こんにちは。今日はですね、日本お土産キーホルダー大全の方を参考図書にしまして、昭和のね、全国観光地のキーホルダー特集をしたいと思います。まずはこちら大御所ですね、金閣寺。はい、裏面にも注目です。一発でね、京都ってわかる、とてもシンボリティックなね、絵柄になってます。そしてこちら宇治平等院ですね。はい、表面とってもね、精巧なね、彫刻が施されています。裏面もですね、はい、このように本当お茶の香りがするようなね、美しいデザインです。はい、イカルガの里法隆寺、バランスがね、素晴らしいですね。本物のね、五重の塔を写したような感じで、裏面にはしっかりね、夢殿、そして正岡式の雲を乗っています。そしてタワー系キーホルダーの頂点、それが大阪通天閣のこちらのキーホルダーです。裏面には、昭和31年の2代目登場というふうにミニ情報書かれてます。そして岬系のキーホルダー、こちらお前崎です。怒り型のねデザインがとってもね、鎖もついてましてね、おしゃれですよね。そして裏面、よくあるキーホルダーね、地図がついてます。チリもバッチリです。はい、犬吠埼のキーホルダーです。こちらもね、怒りと灯台、そして裏面には当時の最新銚子大橋が載っています。番外編、滑川アイランドです。フラミンゴショーでね、有名。ただね、僕の行った時の思い出は、真っ暗なお化け屋敷、怖かったなっていう思い出でした。はい、裏面には房総半島が載ってます。はい、おすすめの飾り方、このようにですね、画鋲で留めて、並べてみますと、とてもね、情緒があります。ご視聴ありがとうございました。